食べる？いい感じ？あ、でもいい感じですよ。食欲の秋なので、リンゴを 2.5 キロ買うか迷っているカードです。リンゴの食べ比べで名月が一番美味しかったので、名月あったね。お願いしようかな。あったね。旅行の秋。聞いたことないよ。12月に旅行行きます。秋じゃねえし、冬じゃないか。昨日はま寿司行きました。はい、上重です。秋なのでこちらをパウルにあげていきます。ああ、もう待ってるよ。こちらです。はい、どうぞ。あったかい。チンしてきたから。こんだけいただきます。栗ですよ。ああ、よかった。早っ。甘っ。皮がまだ微妙に出てないんですけど。皮。皮ごと。もう美味しい。バイオの栗、こう野生のなんか野生のみたいな。怖い怖い。みたいな甘さ。怖いんですけど。じゃあここで勉強になるクイズ。栗は英語で。栗ですか？マロン。マロンらしいです。はい、じゃあ行きましょう。長崎バイオパーク。栗食べる？くるみ？食べるでしょう。だって俺栗やってたもん。俺が蜂がいる、蜂が。あ、本当だ。蜂がいる。くるみ蜂がいるから気をつけて。これも。動くなって。動くなって。おしんを守れよ。危ない危ない。くるみ。くるみちょうだいって。言わんか。あ、せっちゃん済みですよ。おいしいね。おいしい。渋皮もこう削って出すんじゃないのかな。どうだっけ。おいしいって言って違う。あ、おいしい。もう上手だもんね、剥き方がね。ほら渋皮落としてる。上手ですね。美味しいよね。美味しい。口見てるんです。美味しい。美味しそうです。美味しいね。栗食べます。蚊に刺された。興味ないです。栗食べる。食べる？これ蒸してなんかチンしたやつ。これチンしたやつ。そんなに興味ないから、まあ興味ないよね。どう？いい匂いしてきたよ。失敗。てかマフラーとか全然興味ない。そんな興味ないの。マフラーどう？ああ。興味ないね。興味ないそうです。顔が生首。可愛い。生首チンチラにあげます。そんな食べそうな感じはしないけど、どうだろう。生栗です。お、食べる？あ、すごい。あ、喜んでる。美味しいです。意外だな。食べてますね。結構食い気味に持って帰りましたね。こんなテンション高いの初めて見た。好きなんだ。美味しい。見て。おお、それが来ちゃった。握っといたらいいか。ああ、好きなんだね、やっぱ。食べたら可愛いっすよ。持っていく？あ、栗好きなんだね。栗好きそうですね。いいじゃないか。ダメだ。尻。チンチラ好きなんだ。分かって嬉しいです。そう、皿あげる？これ梅です。欲張りすぎだって。痛い。指まで食ってるって。おいしい。やっぱ渋皮がね。あ、おいしいって言ってます。おいしい声出します。あ、そうなんだ。これおいしいって声なんだ。あ、そうです。桜。こっちおいで、こっち。チョビが嫌がってるからこっちおいでよ。臨戦態勢。でも来ない。来た。よいしょよいしょ。大盛りしてきましたね。おいしい。おいしいおいしいって言ってますよ。可愛いね。おいで、あるよ。もうだいぶ冷えてるから食べれる。硬いけど。猿大好きですね。おいしいね。いい。なんか端っこであげればよかった。これは美味しいもんね。この間初めて栗をあげたんですけど、最初はもう何これみたいな感じだったんですけど、めちゃくちゃ途中で美味しいことに気づいたものです。美味しいもんね。ずっと食べてましたね。だって美味しいもん。美味しいもん。美味しい。美味しいか。くちばしで削り取って食べてる感じかな。うんですね。お、わしもって言ってるけど。ほい。どう？ああ、ダメか。どんぐりは？どんぐりは？うん、食べる。なんなん？長女は食べないの？長女なんかやっぱそうでもないですね。どんぐりが食べそうだから見るけど。食べてなくない？興味ないあんまり。食べてないんじゃない？人の偏食なんだ。ちょっとダメでした。はい、これ美味しいよ。これは美味しいよ。みーちゃんこれ美味しいよ。食べないんだ。みーちゃん食べないんだ。食べないね。はい、食べない。はい、オッケー。君こういうのあげる。オッケー。はい。あ、よし。渋顔がね。渋顔がブッシュ。渋顔がちょっと大変や。美味しい。はい、コスメにもあげますから。こっち。でも結構争奪戦なんで美味しいんじゃないかな。美味しい。食べる？まだある。食べてる？食べないか。持ってはいくけど、持っていって食べてるかも。ピーちゃん？あれ、栗なくなった。あ目離した瞬間栗がなくなった。栗がなくなったよ。あるわ。その食べないね。はい、食べない。確かに食べる。これ食べる。はい、おいしいね。ちょっと硬いかも。あ、硬い？ちょっと硬かったかも。お、いなりました。ちゃんと噛む。口に入れて食べはしましたね。食べた。一応。いい感じ。あ、でもいい感じですよ。やっぱ日本のものだから。好みに合ってるっぽいですね。あ、美味しい。かつきちゃんもちょうだいって言ってたね。でかいのあげたよね。今より栗天狗好きそうです。結構好きそう。食べる。あげます。まあ食べるよね。はい。いつも通りということで。今日の結論。これはおせっかい焼きのスピードマロン。バーン。まあ、バイオパークは栗たくさんあって、まあ、毎年この時期ならこう来るので、また来年動物たちにあげたいと思います。栗食べたいよーって方グッドボタン。栗食べたよー。栗食べてないよー。チャンネル登録何どうしたんですか。ちょっと噛んじゃったずる編集点作ってる。ずるいな。じゃあまた旬な食べ物を動物たちにあげていきたいと思いますので、また次の動画もご覧ください。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。バイバイ。レイちゃんが見せびらかしてます。キノコは見せびらかしてます。キノコはね。いい皮持ってるぜみたいな感じで。それちょうだいよレイちゃん。そのキノコはちょうだい。絶対見せるだけでくれない。キャサリン押していきません。キャサリン怒られてる。あ、そんなことしていいの。キャサリンお客さんが入れないからこっちおいで。キャサリンこっちおいで。はい、じゃあ静かに。話出るよ。落ち着かないと話出ますよ。ダメよ。はい、教えてください。はい。静かにして。教えて。はい。OK。落ちて。外で撮ろうか。あっちで撮る。はい。バイバイ。フランス語？モンブランはまあフランス語なのかな。白い山っていいじゃん。モンブラン。ブラックモンブランです。ブラックモンブランって意味わからんけどね。黒い白い山だよ。これがモンブランに見えるってことですか。ああ、なんでだったんだろうね。こう上にこういっぱいこう山盛りにするのがモンブランに見えるのかな。おしっ。私がニンニクみたいって言った。おしっ。いやだっておしっって。お尻。ほら。お尻だ。お尻。それでいくの。結論お尻。結論。お尻。よっ。もういろいろ関係なくなってきちゃった。私の唯一のアイデンティティが。あ、本当やん。いいと。お尻。今日の結論。俺はおせっかい焼きのスピードマロン。ジョジョの奇妙な冒険、第1部からずっと引き継がれていくスピードワゴンさんの名前をもじってスピードマロンにしました。